皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。歌手の工藤静香さんが、最近、痩せすぎてガリガリになっていると話題になっています。いくつになっても美しいと言われている工藤静香さんなのですが、なんだかどんどん細くなっているとファンが指摘しています。一体、何が原因なのでしょうか。工藤静香さんは、もともとスレンダー体型ですが、最近の静香さんを見ると頬はこけ、げっそりとしてしまっているような印象を受けます。特に腕なたびは、ほぼ骨と皮しかないような状態に見えてしまいます。工藤静香さんは、インスタグラムで公開している通り、食生活に大変気を使われています。体型に関しても、しっかりと管理をされているのだとは思いますが、あまりの細さに少し心配をしてしまいます。工藤静香さんはデビュー当時から華奢でずっと痩せていました。もしかしたら太らない、もしくは太ることができない体質なのではないかとの声もあります。ただし工藤静香さんはデビュー前はふっくらとした体型だったという噂もあります。例えば私同級生ですが、一言、あの人は太っていました、木村と結婚したいがために婦人科へ行っていましたから、痩せているのも嫌われたくないからなんです。一般人にはわからない、同級生だからわかる本当の事実です、とヤフー知恵袋に記述がありました。もしこの回答者の方のコメントが本当だとしたら、工藤静香さんはずっと体型維持のために努力をされているということになります。非常にストイックな方だということが同時にわかります。工藤静香さんの娘さん2人は現役のモデルであり、夫は国民的スーパースター木村拓哉さんです。やはりいつまでも若く美しくいるために努力をされていると思うのですが、あまりにも不健康すぎるガリガリ体型、心配をしてしまうほどです。工藤静香さんはもともとスレンダーですが、ここ数年でさらに華奢な体型になった印象があります。顔もかなり痩せており、げっそりとしてしまったので老けたという印象を受けてしまう方もいるようです。工藤静香さんのあまりの細さにネット上では病気を疑う声もあります。工藤静香さんも50歳ということで、年齢的に更年期障害なども心配になってきます。更年期障害には様々な体調不良を伴う症状が見られます。インスタグラムでは元気な姿を見せてくださっているので問題ないのだとは思われますが、骨格がわかるほど痩せてしまうと心配してしまいます。ある程度の年齢になってガリガリに痩せてしまうと、どうしても病気を疑ってしまう不健康なイメージがついてしまいます。そんな工藤静香さんは、木村拓哉さんと離婚秒読みという話題が駆け巡っています。それは本当なのでしょうか。たびたび離婚騒動で話題になる木村拓哉さんと工藤静香さん、今回の離婚説は大きく2つの理由と、少しだけ話題になった SNS 投稿が理由とみられます。2022年の NHK 紅白歌合戦で工藤静香さんと元彼の YOSHIKI さんが共演しました。共演者で楽屋が一緒だったため、関係者がたくさんいる楽屋で親しそうに声をかけたり、 YOSHIKI さんのチャンネルで匂わせ発言をしたりしていたそうです。それだけならまだしも、背景として少し前に工藤静香さんと YOSHIKI さんが連絡を取り合っていることに対して木村拓哉さんが大激怒したこともあるとのことで、離婚疑惑が関係者の中で浮上したとされています。2つ目は、週刊フライデーさんが工藤静香さんに電撃取材をした際の回答が理由です。離婚の危機があるのではないかと思ったある記者が都内で工藤静香さんに電撃取材をした内容になります。木村拓哉さんの撮影が落ち着いた頃に離婚の発表があるのではないかと質問を投げかけました。その質問に対して、ブ、皆さん好きにお書きになるので自由にお書きください、わざわざ来ていただくような話題じゃないと思いますし、私は答えないです、何もわざわざすみません、お元気でしたか、気をつけてお帰りくださいね、というやり取りがありました。ただただご自由にお書きくださいといった内容に対して憶測しただけなのでしょう。それなのに電撃的に離婚する説の記事を書かれてしまいました。事実ではないことが記事になってしまったということです。なぜこのような噂が立つのでしょうか。5年ほど前までは
木村拓哉さんと北川景子さんや香里奈さんとの不倫疑惑もありました。ドラマの共演で仲良くなって親しくしている姿もありましたが、北川景子さんは現在大悟さんと結婚しています。香里奈さんは5年前にハワイで年下の台湾人男性との熱愛報道がありました。どちらもご結婚されていますし、香里奈さんに至っては5年前に熱愛報道があったのにもかかわらず、木村拓哉さんと不倫はないのではと考えられます。2019年には木村拓哉さんが家庭内で孤立して家庭内別居状態になったことが話題になりました。週刊文春で報道され、お子さんと工藤静香さんは仲が良いものの、会話に入れない木村拓哉さんが孤立している状態だったとされています。またインスタの写真から木村拓哉さんと別居して工藤静香さんは実家に住んでいるのではないかとも話題になりました。この時も木村拓哉さんと工藤静香さんの離婚は秒読みなのではと報じられています。そして娘Kouki さんの芸能活動への夫婦間の不一致があったようです。木村拓哉さんはKoukiさんの芸能界デビューを反対していたが、工藤静香さんが無理やり推し進めたため夫婦関係は冷え切っており、離婚は時間の問題だとする報道がなされました。この記事によると、同じ時期に木村拓哉さん自身もハリウッド進出を目指していたそうです。それにもかかわらず娘のKoukiさんを優先してデビューさせたことで、木村拓哉さんは工藤静香さんにうんざりしてしまったと記事に書かれました。そんな中、今度は工藤静香さんは YOSHIKI さんに未練があるという体で記事を書いているところもありました。工藤静香さんは木村拓哉さんと結婚する前にロックバンド XJAPAN のリーダー YOSHIKI さんと交際していました。結果的には破局していますが、破局間際の行動などは未練タラタラで匂わせもあったと噂されています。二人の交際が明るみになったのは1994年のことでした。ロサンゼルスに拠点を置いていた YOSHIKI さんが飲酒に伴う異常運転をしていたところ、現地警察に逮捕されます。 YOSHIKI さんが運転する車の助手席に乗っていたのが工藤静香さんでした。当時スクープを上げた週刊誌によれば、二人はロサンゼルスで半同棲状態だったようで、逮捕当日は二人で仲良くパーティーに出席していたといいます。浴びるほど酒を飲んだ YOSHIKI さんは泥酔状態のまま車を運転しました。クラクションをずっと鳴らしながら走ったり、ふらふらと蛇行運転したりしていたところが見つかり、そのまま逮捕となりました。工藤静香さんはお酒が強いイメージですが、 YOSHIKI さんを止めなかったことを考えると、二人とも飲みすぎてしまっていたのでしょう。 YOSHIKI さん逮捕の情報は瞬く間に日本に伝わり、帰国した成田空港でフライデーにキャッチされ、交際が公のものとなります。予想だにしないことで二人の交際が明るみとなりますが、そこでおとなしくなる二人ではなく、今度はロサンゼルスで堂々と同棲生活を始めます。堂々と同棲を始めた工藤静香さんと YOSHIKI さんの交際はその後も良好で、結婚秒読みとまで言われていました。しかし1996年に工藤静香さんの口から突然、もう彼とは会っていませんという発言があり、破局が発覚します。工藤静香さんが振ったのかと思えるような発言に聞こえますが、かなり未練が残る破局との噂があります。その未練が残っていると思われる理由を考察してみました。一つ目は、工藤静香さんは破局を公言する前にマスコミへ一通のファックスを送っています。いろいろな噂が流れていますが、今までと変わりなくお付き合いさせていただいております。このファックスは工藤静香さんが事務所の制止も聞かずマスコミ各社に送ったもので、ファックスの意味は、当時 YOSHIKI さんと浮気が噂されていた女性へのマウンティングと言われていました。二つ目は、 YOSHIKI さんからの楽曲をリリースしたことです。結局はその後に破局することとなりますが、木村拓哉さんとの結婚直前には YOSHIKI さんから工藤静香さんへ楽曲提供された、シンクの花という曲をリリースします。 YOSHIKI さんが作曲した曲とあって、メロディーのつながりや歌詞など XJAPAN の曲と通ずるものがあります。この YOSHIKI さんからの楽曲提供に嫉妬した木村拓哉さんが工藤静香さんとの結婚を強行したとも言われています。それが本当なら、
工藤静香さんはかなりのやり手に感じます。3つ目は亡き父の誕生日にダリアの花をお供えしたことです。工藤静香さんが自身のインスタで亡き父の誕生日にダリアを添えたことを報告しました。このダリアが XJAPAN のダリアを連想させ匂わせやラブコールではないかと噂になりました。ダリアは YOSHIKI さんが工藤静香さんと破局した翌月にリリースされた曲です。そのため悲壮感や挫折感といった曲の雰囲気や歌詞から工藤静香さんへの思いを綴ったと言われる曲として有名です。4つ目は子供の名前に果樹という候補があったことです。 YOSHIKI さんの本名が YOSHIKI であり工藤静香さんの香りと合わせた名前をつけようとしたということです。結果的に娘さんに果樹という名前は使われていません。木村拓哉さんに気づかれて怒られたのかもしれません。5つ目は YOSHIKI さんのインスタをフォローしたことです。最近では2022年11月9日工藤静香さんが YOSHIKI さんのインスタをフォローしたとの報道がありました。11月9日に更新した自身のインスタグラムで起きた異変をめぐる騒動に見舞われています。何でも彼女がインスタでフォローするのは夫木村拓哉さん、ここみさんとこうきさんの家族3人なのですが、そこに突如として XJAPAN の YOSHIKI さんが加わったというのです。しかしすぐにフォローは解除されたとのことです。さすがに家族だけのところに元彼YOSHIKI さんが加わるのは目立ちますし、夫の木村拓哉さんも気が気ではないのではないでしょうか。そんな二人はどのようにして出会ったのでしょうか。工藤静香さんと YOSHIKI さんが出会ったのは1992年に放送された YOSHIKI vs 工藤静香芸術対談です。 YOSHIKI さんは音楽、工藤静香さんは趣味で油絵を描いていたので芸術対談なのです。対談では終始 YOSHIKI さんは照れていて工藤静香さんを直視することはありません。 YOSHIKI さんの自伝にもありますが、工藤静香さんは XJAPAN のファンでライブにも来ていたそうです。対談の後には楽屋にも遊びに来るようになり、交際の決め手は工藤静香さんから YOSHIKI さんに送られた絵だったようです。工藤静香さんが YOSHIKI さんの自画像を描き、それを YOSHIKI さんに送ったのです。この絵に感動した YOSHIKI さんは工藤静香さんとお付き合いすることとなります。美男美女でお似合いと噂され、芸術的な感覚もマッチするような2人は結婚目前と言われていました。工藤静香さんの誕生日には YOSHIKI さんから結婚指輪もプレゼントしていたといいます。それなのに破局を迎えることになりましたが、一体お二人の間に何があったのでしょうか。工藤静香さんと YOSHIKI さんの破局理由はYOSHIKI さんの浮気と言われています。当時 YOSHIKI さんは外国人の女性アーティストをプロデュースしていました。その外国人女性とはプライベートでもお付き合いがあったり、女性から悩みを相談されたりするなど親密な関係に発展していきました。工藤静香さんは仕事と分かっていつつも女性との関係が面白くなく、マスコミから出ていた不仲説を払拭するべく交際が続いていることをファックスで報告したのが先ほどのくだりです。工藤静香さんは浮気をしたら別れるとはっきり明言していたので相当怒っていたのでしょう。 YOSHIKI さんは外国人女性と熱愛が報道され、工藤静香さんに土下座で謝ったとの噂もあります。 YOSHIKI さんの浮気報道後、結局2人は破局しました。 YOSHIKI さんにはたくさんの熱愛報道はありますが、恋人は音楽という言葉通り50歳を過ぎた今も未婚です。工藤静香さんだけではなく YOSHIKI さんにも未練の残る恋愛だったのかもしれません。2023年1月5日週刊プライムにおいて工藤静香さんと YOSHIKI さんが今現在も連絡を取り合う仲だという報道がありました。 YOSHIKI さんは2022年の12月31日の NHK 紅白歌合戦にザ・ラスト・ロックスターズのメンバーで出演し、その後そのメンバーでカウントダウンを迎え、ニコニチャンネルと YouTube チャンネルにてザ・ラスト・ロックスターズ行く年来る年を生配信したといいます。この席で YOSHIKI さんは工藤静香さんと連絡を取っていることを明かしたのです。
お酒も入っていたこともあって饒舌に語っていたそうです。後に YOSHIKI さんは週刊文春の取材においてこの席でのことを反省していると語っていました。現在工藤静香さんは夫の木村拓哉さんとは円満のようですし、 YOSHIKI さんとは今では良き友人としてのお付き合いが続いているのでしょう。いかがだったでしょうか。今回は工藤静香さんにまつわる話題を集めてみました。工藤静香さんと YOSHIKI さんについて紹介しましたが、二人の交際が発覚したロサンゼルスでの逮捕事件は衝撃でした。 YOSHIKI さんの浮気についても確証が得られるものはなく、噂の可能性もあります。工藤静香さんは木村拓哉さんと結婚され、子供にも恵まれ幸せな生活を送っています。 YOSHIKI さんとは良い友人関係を築かれているのだと思います。 YOSHIKI さんも最近は結婚願望を話すことがあるようなので、そのうち幸せな報告が聞けることを期待したいところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。